どうも、お疲れ様です。竹拓司です。というところで、はい、今日もですね、えー、群馬県、前橋での営業成績を振り返ってですね、最後に、えー、今日の伝えたいことというところで、えー、お伝えしていければなと思います。はい、えー、本日が、えっ、ー、と、5月じゃないな、ごめんなさい、えっ、ー、と、6月の3日ですね、6月の3日土曜日。 えー、朝8時から夜中3時まで、えー、行いました。はい。全体の本数が、えー、っと19本、えー。最長距離で、えー、4020円。はい。で、総売上げの方が33,810、うん、円ということでした。はい。えー、っと、振り返ってですね、土曜日にしては、あちょっとだいぶ低い数字かなというところです。はい。 まあ土曜日ですと、まあ、通常ですと、まあ、4万円は乗ってきて、いい時で5万円、まあ、悪い時で3万円台っていう、まあ、土曜日は結構、幅が出やすいえ曜日ではあります。まあ、理由としては、何かですね、運動のイベントだったり、コンサートだったり、そういうイベントがあ土曜日はあ,あったりすると、 結構動いて、えー、5万円台とかいったりですね、えー、全く何もなければ、こういったですね3万円台とか、そういったですね、やっぱり日中の動きに、えー、だいぶ差が出るのが土曜日といった感じになります、はい、そうですね、今日は特に土曜日も土曜日の日中で、えー、特に何もなく、だいぶ厳しい状況でもありました。はい まあそうですね、昨日がまあ大雨でですね、えー、金曜だったんですけども、夜の動きも悪かったというような話も聞いてまして、えー、まだその影響がちょっと続いたのかなという、まあ勝手な分析と、 あともう一つが、まあ、ボーナス前というところですね。6月はボーナスの月っていう会社が多いかなとは思うんですけども、またボーナス前というところと、あと5月ですね。えー、ゴールデンウィーク明けにまあマスクが解禁されて、そこから結構動きが良くてですね、えー、売り上げ、まあ、給与も5月は良かったので、まあ、その反動が、 あ今にちょっと来てるのかなっていうのはあ感じております。はい。まあ今日はそういったところですね。はい。うーん、あと、まあおとといはあ、ちょっと地盤有給をいただいて、えー、まあちょっとゲームの大会というところで、えー まあ年間で有給も取らなきゃいけないというところで、まあ、自分がちょっと独り身であんまり取る理由もないというところで、まあ、そういう遊びにですね、しっかり有給を取ったという形で休ませていただきました。はい。で、また来週もですね、同じような理由で、えー、月水とちょっと有給をちょっとまとめてですね、 売り上げが上がらなそうな、という理由もいろいろ重なって、えー、ちょっとここでまとめて取っちゃおうかなというところですね。まあ、あと、4月から6月の給与っていうのは、年間のですね、うーん、なんだ、標準、標準、 給与みたたいなありましたよねちょっと名前忘れちゃったんですけども、えー、っと、それで保険料が決まったりするので、えー、まあそこまで稼がなくてもいいのかなと、無理にですね。まあ、そういった面で有給を取るにはいいかなというところで、ちょっとまとめてですね、来週月水と取って、えー、まあ次に、えー まあ動画撮るのが金曜日の夜なのかなと、次の金曜日ですね、なのかなと思います。はい。で、まあ今日の伝えたいことなんですけども、今日いろいろ気づいたのが、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけども、そのアイコンタクトの重要性ですかね。やっぱりありがとうございましたというところで、えー、毎回言いつつ、 コンタクトを自分はですねちょっと取るようにはしてるんですけどもやっぱり、えー、アイコンタクトを取ってくれるお客様とやっぱり取ってくれないお客様といるわけでやっぱりアイコンタクトをとですねお互い取ってくれるお客様はやっぱり印象が全然違いますよねうんーやっぱりお互い気持ちよくうーうーお別れできるといいますかあー仕事を終えて。 えー、お客様は車を降りるというところで、えー、やっぱりアイコンタクトを取って終えられると気持ちよく終えられるというところでですね、まあ、やっぱり仕事上やってるっていう面はあるんですけども、やっぱり普段のですね、えー、逆にお客様の立場になったときに、えー、のアイコンタクトですね、えー、普段の自分がですね、 やっぱりちょっと取れてないっていう時もあったりするなっていうふうに感じてる時もあるので特にコンビニだったり、えー、なんだろうなそういうサービスを受けた後のアイコンタクトを取ってでのありがとうございますっていう挨拶ですねやっぱりここをですねもう一度徹底してですね、えー、自分がお客様ってなった場合もやっていけると気持ちよくお,お互い終えられることができるのかなというところで まあそういうのを改めて今日感じた日ではありましたね、えー。やっぱりしっかりアイコンタクトを取ってくれるお客様っていうのもいたりしたので、やっぱりそういう時はやっぱり気分が良かったりしますので。うん、やっぱそうですね。そこ、うん、やっぱりありがとうございますっていう言葉自体は、 あ自分から言ってですねでお客さんもしてくれることが大半なんですけどもそこでアイコンタクトがあるかないかはやっぱり半々ぐらいに分かれたりするので、まあ、そこでの印象の違いっていうのはすごく感じたりはしていますはいそうですねうんやそこが接客業をする美にとってはすごく えー、気持ちよく仕事をしていく上では大事なのかなというところで、まあ、今後も継続してですね、えー、自分の方はやって、えー、お客様の立場ってなった場合もしっかりやっていく、えー、というところでうん、えー、そうですねすごく大事だなっていうふうに感じれた日ではありましたはい、まあ、そうですね今後もこんな感じでですねタクシーののリアルっていうものを 伝えていければと思いますので、えー、今後ともよろしくお願いいたします。それではまた、バイバイ。